アニメートからグッズがたくさん届きました。こんにちは、ゆうぽんです。なんかちょっと前ぐらいにアニメートからグッズがたくさん届いたので、別にお見せするほどではないんですけど、なんか片付けもしないといけないので、まあせっかくだったらね、動画も撮った方がいいかなと思って回しました。特に別にお見せするようなあの量でもないしお買い物でもないんだけど、まあなんかアニメート購入品とかってあんまやってないなと思ったので、ちょっと回させていただきました。なんか今回ね、主に何が届いたかっていうと、一緒に作戦会議バージョンっていう書き下ろしグッズが届きました。これ確か電車の中で注文したやつ。こういうボックスとかを開けて、まあ梱包をねしていこうかなって思ってます。もうほんとただそれだけの作業動画。大丈夫かな。なんかまずこれ丸角缶バッジ、幼少期と、なぜか前のねトランプのビジュアルも入ってんの。え、なんで今と思って。おー、見て、一発できた。お、ハンジさん。あー、まあ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 、確かに可愛い。なんていうか、缶バッジのデザインがめちゃくちゃトランプ。たまに聞かれるの、ユーポンって OPP 袋っていつもどこで買ってますかって。うちはもうほとんどホームセンターで買ってる。なんか全然ダイソーとかセリアリもいいんだけど、一つに対して入ってる枚数が少なくてね、買わないんだよね、あんまり。なんかセリアにしか売ってないコースターとかスリーブとかはね、全然100均で買ってんだけど、あんま買わないかな、こういうのは。ほとんどホームセンター。手元でいいかの。あ、うちの顔見たところで誰得だしな。なんか変なの映ってる？お前の顔かい。せーの。確かにアルミンも可愛いかも。あ、でね、ちょっとさ、今日の雑談。今日の雑談何しようかなと思ったんだけど、あのね、ネイルをね、そろそろ変えようと思ってて、その次のネイルは、次ネイル変える時には、もうイベント、進撃のアタックフェスが、もう間近だと思うんだけど、デイツー行くので、まあ、デイワンは多分グッズだけかな。で、まあ、イベント参戦するから、イベント仕様でネイルを、近々しに行こうと思ってます。え、もうこれとさらばなんだよ。それとさらば。めっちゃ寂しいんだけど、あ、ちなみに地爪です。そう、結構間違えられるんだけど、ただなんか地爪で、なんだろう、デメリット、メリット。メリットは、なんか取れる心配ないし、なんかいつまでもそばにいるから、なんかチップだとさ、なんかお風呂とか取らないといけないじゃん。だから一時的にさ、どっか行っちゃうんだけど、地爪だから、なんかもう、リヴァイが染みついてるみたいな。もう永遠一緒だね、みたいな。っていう感じのメリット。そう、デメリットは、まあ、なんか爪はボロくなるよっていう。削るじゃん。だからやっぱその爪の質感は悪くなったりするし、あと、なんかちょっと、爪が柔くなる。なんか爪柔くなったような気がする。だからこの、ジェルなしだと、爪折れる。そう。昔はさ、なんかさ、ネイルをするっていうのがなくって、で、かといってなんか付け爪はマジで嫌いなのし、付け爪だけはやっぱり好きになれなくって、あ、なんか自由になれない感じと、すぐなんかピョってどっか行っちゃうのがすっごくストレスで、付け爪だけは合わない。そう、なんか地爪にして伸ばしてやってます。で、この前測ったら、今、地爪3センチあった。なんか、オフした時の写真、あげるね。ちょっと。で、なんか、オフした時の写真あげてもいいんだけど、見た目が悪すぎて、なんかちょっと、恥ずかしい。終わり。はい、続いて。これなんかさっき、マオポン、ジャンだけ取り出していって、なんか、リヴァイ引いちゃったらしくて、リヴァイここにいる。トレーディング、フワミン缶バッジ。かわいい。ねむねむしてる。あ、で、なんかグッズ？グッズの話ね。こういうさ、あざとい系のグッズってあるじゃん。やっぱどこの界隈でも。なんか赤ちゃんになったりとか。うちあんまり赤ちゃん、好みじゃなくって。なんだっけ、これから出る赤タンズ？なんかみんなはさ、そういう赤ちゃん系、あ、好きなんだなと思って。結構ボックスしてる人とかも、なんか回ってきたりとかして。うちの友達も、結構買ってて、みんなこういうベビちゃん系好きなんだと思って。
なんかうちどうしてもやっぱりリヴァイはかっこいいでいてほしいと思ってあんまりこういう赤ちゃん系のあざとい系はねそんな好きじゃないんだよね。ミニキャラか等身かっていうのって一緒かも。わかりやすく言うとミニキャラよりも断然等身派だから、なんかもう可愛いじゃなくってかっこよくいてほしいから、そう、もう謎のこだわりがあるんだけど。だから赤タンズは保管用含めて2ボックスしか買ってない。買わない選択はないけどね、全然買わないってのはないけど、まあなんかそこまで積まなくていいかなっていう。可愛い、見て。あのさ、ちょっとこの話をみんなにしたいんだけど、銀袋なしは嫌だっていう人っているじゃん。銀袋絶対つけてください、銀袋もグッズなんですっていう人がいるから、なんか一応ね銀袋と一緒に入れてるんだよね。まあなんかなんだろう、あるに越したことはないかなって思う。なんか銀袋いらなかったら別に捨てればいいだけだし、欲しいって場合は銀袋は戻ってこないから、まああるに越したことはないかなと思ってね一応入れてるんだけど。そう、できればねスリーブでもペペペで割れば一番楽なんだけどね。え、何このエルヴィンの口、超可愛いんですけど。例えばさ、なんか最近リヴァイのグッズでバースデー記念の指輪がさ出たのね。買ったのよ。結構さ、アニメのグッズのさ指輪って錆びるよね、めっちゃ錆びるし、なんか色が変色しちゃうのよ。でそれが怖くって、で11万もするの、その指輪が1個。いや11万払ってまた色変色したら嫌だなと思ってさ、でもなんでこんな高いんだろうと思って見たらプラチナだったから、あ、なるほどって思って。錆びないことをね祈りたいけど、まあ、なんか11万払って仮に錆びたら嫌だから、まあ、多分普段付けはしないだろうけど、そう買いました。でしかもさ、なんか今回指輪だけじゃなくってアクリルスタンドも届くの、一緒に。そうで、そのアクスタがなんかリヴァイが右手に同じ指輪を中指に入れてて、あ、なんかこれ指輪ってよりもアクスタ欲しいってなってなんかアクスタに11万やってるような感覚こっちも中指にね、下こう9号か10号めっちゃ迷ったの。むくむと10号なので、むくまないと全然9号でいけてて、マジで迷った。結局9号にしたんだけど。続いてこれ、一緒に作戦会議バージョンの缶バッジ、ヒートアップ。なんかそこまで刺さるビジじゃなかったからワンボックスにした。迷うよね、指ってマジでむくむしね。あと冬場、おなんも考えずにヒーターで来たわ。あと冬場はさ、なんか乾燥なのか何なのか分かんないけど、指がサラサラしてこういう指輪とかポロってこう落ちちゃうの。それが怖すぎて。薬指にはさ、うち毎日つけてるからもう慣れてんのよ、こうやって触ったりするから。ただ普段つけない中指とかにつけちゃうとね、これから届く指輪とか多分なくしそう、意識してないから。そう、そういうとこ怖いからね、家でつけようかなと思ってます。のエルヴィン、このグッズ発表された時何て言ったっけ、なんか子供作らないかって言ったっけ、何て言ったっけ、別に何かつぶやいたんだよな。これアップの引きも必要だったんかってぐらいじゃない、引き見たいんだけど。引きどんな感じ、あ、これがアップなの、え、いや、いいよ、アップいらないよ、アップいらないでしょ、こっちでいいでしょ別に、十分アップだよねこれ。なんかたまにあるよね、いやいらないだろこのアップはっていう。ただ過去一、いやそれはやる必要絶対ないと思ったのが呪術廻戦で、あの花屋敷あったじゃん去年の夏、え、ミニキャラでアップする必要あったっていう更新で引きアップなら、まあ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 だけど、ミニキャラアップする必要あったってぐらいのマジそんなレベルだったからさ、あれはびっくりしたな。まあ買いましたけど、なんか進撃もやるのかなと思ったり思わなかったり。そう、今もブルーロやってんのかな、なんかやってたじゃんブルーロックも、でワンチャンやるのかなと思って。そう、やりそうだよね、どうだろう、やるならマジで行きたいな、浅草だよね、行きたいな、できれば夏やって浴衣着てくれって感じ。ただ夏は正直行きたくないんだけど暑くて、でも浴衣着せてください、お願いします。
浴衣着てたら確実に済みます。お願いします。なんかめっちゃ和服好きなの、うち和服、和服がもうなんかもうずっと浴衣着ててくれっていう、そういう願望があって、浴衣着てても顔が好みじゃなかったらつまないかもしれないけど、浴衣を着せてほしいです。済みます。これはずっと言ってるって、なんかブローダにも言ってる、和装してくださいって、和服を着させてくださいお願いしますって言ってるのに、なんか今回エルヴィンとかが和服着てて、いやそっちじゃないみたいな、リヴァイですと思って、マジいろんなとこで言ってる、和服お願いします、和服お願いします。マジ、だからさ、歌舞伎リヴァイマジで好きなんだよ、歌舞伎リヴァイ。それなんか開催場所が横浜だったの、横浜とマジで気合わなくて、しかも若干横浜って遠いからあんま通えなかったの。なんか次はそう近場で和服やってほしいなって願ってます。お願いします。リヴァイの和服を着させてください、お願いします。黒浴衣でお願いします。帯はグレーでお願いします。あ、でも別に黒浴衣で緑帯でも大丈夫です、お願いします。あ、その時はね、ジャンも入れてください。お願いします。あ、でもジャンを入れる場合は、19歳じゃなくて15歳の短髪の方でよろしくお願いします。で、これ、一緒に作戦会議、アクリルキーホルダー。なんかうちさ、結構ね、会う人に毎回聞いてるの。ジャンは、なんか15歳か19歳どっちが好きですかっていつも聞いてんだけど、やっぱりみんな15歳って答える。うちも絶対15歳かな。なんか一番可愛かった15が。そう、リヴァイ何歳がいいですかって聞かれてもこの人変わんないから。二次元ほんと老けないの羨ましいよね。我々老けていくからどんどん。え、これもアップあるんだ。おー、あざと、え、なんかあざとくない？次、トレーディングホログラムカード。ホログラムか、うちこれさ、最近ね、このアニメイトでホログラムスリーブを買ったんだけど、ホログラムじゃまずいよね、絶対。あら、リヴァイさん来ましたね。ほんとだ、めっちゃホログラムだ。これホログラムにホログラムアウトじゃね？もともとホログラムになってて何がホログラムかわかんない。どっちのホログラムなのかわかんない。あ、そうこれ一緒に作戦会議と、そう、日向ぼっこバージョンもあんだよね。ねえ、次この話していい？ワールドデイが遅れるんだよね。なんか別に特別本人ストレスめっちゃかかってるわけではないんだけど、なんか最近遅れんだよね。今回さ、一週間遅れで、これ妊娠したのかなと思って。これはリヴァイに聞かなきゃいかんと思って。なんだっけ、ちゃんと、やっと今日来て、ただなんか一週間くらいだったのか、なんか量がすっごい多くて、二日目なのっていうぐらい。溜まり込んでたんだろうな、多分。ちょっとバーってなって、こんなに出ると思って。そう。確かにこれイケメンだね。確かに。っていうのがあって、あと今日ずっと一日お腹痛かった。でも聞いて、ロキソニン飲んでない。あんまりさ、なんだろう、負けたくないの、自分に。自分っていうか、その自分の体に。いや、全然薬飲んだのが負けたわけじゃないんだけどさ、もちろん薬飲んだ方がいいんだけど、なんかその、強くなりたいと思って。痛みにも、苦しみにも、すべて、そう、怒りとか。そう、なんかそういった面でもやっぱ強くなりたいと思ってて。今で言うと、うち結構さ、この話どっかでしたいなと思ってて、嘔吐恐怖症が一番の原因なのかもしれないんだけど、とにかく本当に吐き気とかがひどくって、急になんか吐き気が気持ち悪くなったりして、やっぱその吐いたらどうしようっていう、その気持ちが不安になると気持ち悪くなっちゃうから、全然吐きはしないの。吐きそうってはなんだけど、でも吐くものじゃないから、そういうなんかこうメンタル気持ちで
こう不安で気持ち悪くなったりするんだけど、で一応ねその吐き気止めとか気持ち悪くなった時に飲む用の薬はもらってるの、産婦人科で。なんだけどやっぱそれもさ意地でも飲まずに、とにかく自力でその気持ちを乗り越えて頑張ろうと思って、でもずっと飲んでない。あ、リバイも根本しちゃった、成長したと思ってね。もし同じ人がいたらもうぜひ共感したい。本当にふとした時に気持ち悪くなっちゃう。でもなんかこういうグッズ整理とかするとさ気持ちがこうくるから、そういう吐き気とかはどんどん収まってくるの。だからパズドラやってると落ち着くし、とにかくもう気持ち悪くなったら何かをするっていうのをやってる。やっぱりポストカード。私がね、強く言いたいのは、うつ病とか、精神病とか、まあ、きっと見てる、この動画をね、見てる中でも、いると思うんだけど、やっぱ気持ちとかって、意外とどうにかなんの。そう、どうにでもなる。って、うちは思う。言葉だけじゃね、ちょっと伝えきれないんだけど、本当にうち、その気持ちからの吐き気、すっごいしんどくって。もうどうすればいいんだろうっていう。で、その考えたので気持ち悪くなるし、まずオート恐怖症を治せって話なんだけど、なんか負けたくない、絶対負けたくないっていう、薬に頼らないっていうのが一番いいのかもしれない。痛み止めとか頭痛いはもうぜひ飲んでくださいなんだけど、やっぱその精神科に行くとさ必ず薬を渡されると思うの、これを飲んでくださいって。でうちはいや最初それ迷ったの、その不安とかなるからもう精神科へ行くしかないのかなと思ったんだけど、いやここで精神科はちょっとな、負けたくねえだったの。うちなんかムカつき始めたんだよね次。そうなんかそうなってる自分に、だからなんかもう吐き気薬も飲まずに自力で治したいと思って、負けてらんねえってなって、あ気持ち悪くなりそうだなってなったらなんかゲームしたりとか、もうほんとすぐ反らす、そう気持ちを反らすっていう努力をしてる今。だからもううつ病とかなんかそういう不安、ちょっとまあ多分うちと違うかもしれないけどさね、消えたいとか思うときはゲームをしましょう、片付けをしましょう、ゲームはやめましょう。ゲームって乗り気じゃないときもあるかもしれないから、片付けしてください。なんかもう生きてる意味ってあんのかなとか思ったら片付けしてください。生きてる意味あります、片付けしないといけないので。うちも気持ち悪くなった時は片付けしてますんで、どっかを汚れてる探してください。気持ちって自分次第だから、そうどっかが悪いとかないの、気持ち自分次第なの。だからその脳がそっちに行かないように何かに夢中になれば大丈夫です。単純です、脳っていうものは。頑張ってください。やっぱね何事もね自力で治すって薬よりも強いのね。そう薬って一時的に効果があるからさ楽になるよ、確かに楽になんだけど、努力じゃないけど強化されてないから、なんかやっぱその山を越えると強くなれると思う。うちはそっちタイプだった。めちゃくちゃひどかった。毎日気持ち悪かったもん、うち。言ってないけどみんなに。毎日吐き気に襲われてて、もうずっとご飯も食べられなくって、食べてないから力出ないし、動画休んだこともあったりするね。3年前ぐらいの話なんですけど、3、4年前ぐらいの話なんですけど、ちょっと苦しいかもしんないけど、我慢して自分を強化するっていうのはすごく大事だと思う。辛いかもしんないけど、うちもその辛さを乗り越えたから、でもしそういう人がいるのであれば一度そう強くなってみようっていうその強い気持ちで一回挑んでみてください。でそこを乗り越えると、あ案外いけるもんなんだなっていう不思議な自信がついてくるの。自信をつけることがやっぱ一番大事だなと思ってるので、今そういう精神面で苦しんでる方は自分のねやっぱ今後苦しまないためにも自信をつけるためにも一回自分の力で乗り越えてみてください。一回だけでいい、薬を飲まず一回乗り越えてみて自信つくと思う。あ薬飲まなくてもいけたんだけどって、じゃあ次もそう頑張ろうって多分なると思う。こんな時もあったんよね、リバイタンは。こんな時もあったん、イケメン、今もこの時もイケメンだった、イケメンだったね、本当に。ねえ、いい
こうなったね。髪の毛は変わんないんじゃないか、変わらずね。すごいね。ちっちゃい頃から髪型変わんないって、うちかよ。隣のトトロ、トトロ。トトロ、トトロ。森の中で、昔から死んでる、あ、死んでる、間違えた。昔から死んでるってやばいね。いや、昔から死んでるんだったら死んでるわなって感じ。はい、ってことで、グッズ梱包と、仕分けとか終わったので、あとは、あれだわ、グッズ片付けるだけなので、一旦、今日はここで終わりたいと思います。アニメイトの購入品でした。なんかもし次雑談とかでお話ししてほしい内容があったらコメント待ってます。あのもちろん匿名でやるんで変なコメントは名前晒しますね。全然あのそういうのじゃなくって純粋になんか質問相談とかがあれば、まあ、次のね開封かなんかの時にお話ししようかなと思ってますので、ぜひなんかあればコメントください。変なコメントは名前晒しますね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぽん。